ハインリヒ・シェンカーハインリヒ・シェンカーは、オーストリアの音楽学者である。楽曲分析の理論の一つ、シェンカー理論の創始者として知られる。オーストリア・ハンガリー帝国ガリツヤ地方のビシニョフチキ、出版し、その中でシェンカー理論のアイデアを展開している。シェンカーの理論は、演奏家向けの理論であることが、ベートーベンの後期ピアノ・ソナタのシェンカー版に分析が付記されていることからわかる。 1932年、シェンカーは5つの基本選票を出版する。この著作においては、シェンカー理論によって5つの曲が分析されている。シェンカーの死後、未完の音楽理論書、自由作曲法が出版される。シェンカーの理論を支持する人たちの熱心な普及活動により、シェンカー理論はアメリカで大流行を巻き起こし、1960年代には、 西洋音楽における楽曲分析理論の世界的な標準理論となった。一時期はシェンカー理論に基づく教科書も盛んに出版されていた。このためアメリカ合衆国では自然の諸原理に還元された火星論に基づくパリ音楽院方式のデュボア火星や機能化性理論に基づくビルヘルム・マーラーの火星教本が全くと言って良いほどにまで定着せず、もっぱら、 ゴットフリートベーバーで示されたローマ数字による火星分析の改良と発展のみが行われてきた。アメリカ合衆国では現在でもこの伝統が守られている。2000年にはシェンカーの遺構をまとめた演奏の技法が出版された。フルトベングラーはシェンカーが1912年に表したビスベンスネ・ウンテ・ジンフォニーを読んで感銘を受けた。1920年にフルトベングラーは ウィーンに住むシェンカーを訪れ、シェンカーの音楽性と人間性に触れて、深く共鳴する。以後、フルトベングラーは、ウィーンに出向くたびに、シェンカーを訪れ、自分が指揮する古典作品をできる限り、シェンカーと共に研究し、一方で、当時不遇を囲っていた、シェンカーの就職圧線を働きかけたとされる。フルトベングラーが、シェンカーに最も共鳴したのは、 延長という概念だったと言われる。これは曲の遠く離れた地点の連感やその必然性を聞き取る力とその姿勢を指し、センカーがドイツ古典音楽を特色づけたものとされる。ありがとうございます。